はい、それでは表題のタイトルの文献を丸山が紹介します。はい、はじめにですね、ここで扱っているのは、文平易化っていうタスクになります。で、文平易化っていうのは、なんか難しい文の、表現だったり構造を簡単に書き換えるというようなタスクです。で、ここではニューラルセマンティックエンコーダーっていうのを、その平易化に適用させたっていうような話になってて、で、それを、いろんなデータセットを使って検証してみましたというような内容です。はい、で、最初にもういきなりモデルの話なんですけど、ベースとなっているのはこのアテンション付きのエンコーダーデコーダーモデルです。で、あんまり説明する必要はないと思うんですけど、アテンションの機構がエンコードしてアテンション計算してデコードするみたいな、こういうモデルで、工夫する、ここの研究で工夫しているのは、ここのエンコーダーの部分になります。はい、で、このニューラルセマンティックエンコーダーっていうものなんですけど、モデルの概要はこんな感じになってて、メモリーとリードコンポーズライトの4つのコンポーネントで構成されているようなモデルになります。で、ここでは詳しく式とかは説明しないんですけど、どういうことをやっているものかっていうと、インプットするのはワードレベルでインプットします。で、そのインプットした時ワードをそのメモリーに記憶しておいて、文全体をそのメモリーの中に保存しておいて、その入力された単語がその文のどこに対応するのかみたいなのを、学習するようなモデルになってます。で、これによってそのエンコードした単語とその文の、中で関係するような語を一緒になんかこう注目して学習してやろうみたいなモデルです。はい、で、使うデータセットはこの3つのデータセットになってます。で、1つはニューセラーコーパスっていう、ニューセラー .com というところが、提供しているテキストになってて、高品質なものになってます。あとは、シンプルウィキペディアとウィキペディアの、アライメントを取ったコーパス、そして、ウィキスモールっていうものと、あとはそのウィキペディア、シンプルウィキペディアとその対のものって、たくさんいろいろあるので、その中のなんか3つくらいあるデータを、全部混ぜて使うっていうのがウィキラージというものになります。で、下の表が、それぞれの、ソースとターゲットのボキャブラリーサイズと、あとは文の長さになっています。はい、で、データサイズは、こんな感じの表になっててなっています。で、ここで提案しているモデルとして、エンコーダーとして LSTM を使うものと、あとは先ほど述べたニューラルセマンティックエンコーダーっていうのを、エンコーダーのところに使ってやるっていう2つを、提案手法としてのモデルになってまして、あと、それぞれのモデルに対して、ブリューとサリっていう平易化の評価尺度で、チューニングしてやるっていうことを行っています。で、それ以外にも、既存のモデルとして、この5つのモデルと比較しています。で、上から順に、フレーズベースのマシントランスレーションで、リランキングをやってるものだったりとか、あとはセマンティックベースのモデル と、そのマシントランスレーションのモデルをハイブリッドしたやつだったりとか、サリで、チューニングするようなやつだったりとか、あとは多分この辺が、ステートオブジェアートと言われているようなモデルで、強化学習使ってトレーニングするようなモデルですね。報酬として確か意味の保持性みたいなのを報酬に設けているものだったと思います。はい、で、評価は、自動の評価尺度としてブリューとサリっていうものを用います。あとは人で評価として、流暢性ですね、あとは妥当性と、ここではその入力された文と、出力された文がの意味が同じかどうかみたいなのを評価しています。あとは、平易化のタスクなんで平易さ度合いっていうものを、そのインプットしたものに対して、どれくらいアウトプットが平易化になっているのかみたいな、平易さっていうものを
で評価します。はい、でこれが、自動評価の結果になっています。で、オレンジで色がついている部分が、ここで提案しているようなモデルになります。で、この提案しているモデルのところに注目すると、最高精度であったりとか、あとは、ハイブリッドってやつは結構いい結果出てるんですけど、それに匹敵するような結果が出ていて、ニューラルセマンティックエンコーダーっていうのの効果を示せたと述べています。はい、で次にこれが、人で評価の結果になっています。で上の FAS が、流暢さ、妥当性と平易さで、あとはそれらの平均になっています。で、提案しているモデルなんですけど、ニューラルのベースを使っているので、その既存の手法よりも、流暢性っていうのが結構高いっていう傾向があります。これはそんなに、ニューラル、他のニューラルを使っている研究でも同じような結果が出ているので、そんなに驚くべきことではないかなと思います。で、この出力を、著者らは人で確認していて、コピーですね、インプットされた単語が、出力にも同じように出力するにも出てくるというような、それが結構うまくいっているというようなことを述べていました。はい、で、これが、それぞれの評価尺度の、相関になっています。で、最初に注目してもらいたいのがこのオレンジの四角で囲んでいる部分なんですけど、流暢性と、妥当性、意味の保持性っていうのは、性の相関があります。で一方で、平易さと、その意味の保持性というのは、負の相関があって、その平易さとあとその流暢性、妥当性のには、トレードオフな関係があるということが分かります。はい、で、次にこの自動評価の尺度にちょっと注目してもらうと、流だと、流暢性とか妥当性と、性の相関があります。で、平易さとは、負の相関がありますと。でその逆が、さりになっていますので、ブリューとサリーの間でも負の相関があって、それぞれ見てる部分、評価している部分っていうのがちょっと変わってくるっていうのが分かります。はい、でまとめです。ここでは、ニューラルセマンティックエンコーダーっていうものを、平易化のタスクに適用させてたモデルを提案しています。で、その結果として、文法性だったり意味の保持性で、良い結果を保ちながら、文の難しさっていうものを軽減させることができています。はい、以上です。